大川原武氏は、日本の実業家。日本ケンタッキーフライドチキン株式会社元特別、顧問代表取締役社長。株式会社、JC コムサ代表取締役 CEO。一般社団法人日本フードサービス協会、元会長。特定非営利、活動法人日本食レストラン海外普及推進、機構理事長。ランジュ法省受賞。 極日中受賞受賞。神奈川県出身。栄光学園中学校、高等学校を経て、1966年、上智大学経済学部経済学科卒業。1983年、ハーバード大学経営大学院修了。大日本印刷勤務を経て、1970年に、日本ケンタッキーフライドチキンの設立メンバーとして入社。 直営第一号店の店長を務める。常務取締役、副社長を経て、1984年に、同社の代表取締役社長に就任。ケンタッキーフライドチキンインターナショナルインクバイス、プレジデントや、極東担当支配人を歴任する。2003年、ランジュ法省受賞。2007年、JC コムサ代表取締役 CEO に就任。 2011年3月27日放送のソロモン流にて、かつて日本ケンタッキーフライドチキン代表取締役社長時代に三菱商事から出向していた東山正道氏が出演した際、インタビューに応じたことがある。2014年局日中受賞受賞。2015年6月18日、特定非営利。 活動法人日本食レストラン海外普及推進、機構理事長。2019年5月、在地場リトアニア共和国名誉領時に就任をした。読売年間2016年版、P208 平成27年度、ジャロ総会報告一覧へ、平成27年度総会で、海外シンポジウムなど新事業計画も承認平成27年度。 j a l 総会報告 https://jp.mfa.lt/jp/jp/7994/8980 ありがとうございます。